はい、私はね、あの、老害って言葉はね、好きではないんですよ。もう、むしろ大嫌いですよね。まあ、でも、こういう方がいる限り、老害って言葉は使わざるを得ないかと思います、うん。本当はね、あの、年を重ねるに従って、老害ではなく、老益。うん、年を取れば、どん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 、利益をね、 えー、若者に継承してくださる。そんな立場の人が増えるといいなと思ってるんですけども。まあ、この、森吉郎会長はですね、顔を見るだけで害だなぁと思うようになってきましたね。まあ、だったら、まあ、こういう人の発言取り上げなければいいのにと思うんですけども、ついつい今回も取り上げてしまいました。あ記事の方に行ってみます。東京五輪森、えー、吉郎会長の必ず開催発言に世界メディアアゼン。 日本の人々に対する顔面への平手打ちということで、全く人の気持ちを考えずにね、勝手なことばかりやってる人、そしてこういう人をこういう立場に、もうね、あつらい仕立て上げる、その、まあ我々国民のね、レベルの低さと言ってもいいのかなと思いますけども、結局はね、代表者を選ぶ私たちのセンスが、私たちの暮らしに跳ね返ってくることなんで、麻生財務大臣ね、菅総理、安倍総理、一方的に攻めらんないなってところはあるんですけども、それでもね、 それでもですよ。間違った人を選んでしまったっていう追求はしていこうかと思います。はい、記事ですけども、東京五輪組織委員会の森会長は83歳なんですよね。本当にもう早く引退してほしいですね、83歳。あの、有能な83歳、そして若々しい83歳だったらいいんですけども、ちょっとね、森さんはね、私の感覚だけかもしれませんけども、この人はオリンピック式っていいことは一つもないんですよ。うん、早くね、オリンピック退場していただいて、えー、もっと決気盛んなね、 まあ40代50代の人が仕切った方がいいんじゃないかなと思いますよね。まあ少なくともオリンピック選手のコーチをしていた方とかね、今まさにしている方が仕切るべきなんじゃないかなと思いますけども、どうですかね。えー、この夏の開催について、私たちはコロナがどういう形だろうと必ずやるっていうふうに言っちゃダメでしょう。ね。それこそ人類死滅かどうかっていう時にやるんですかね、この人。自分でやれって話ですよ。一人でやれって話ですよ。さらに、一番大きな問題は、 セロンとコロナ、やるかやらないかという議論ではなく、どうやるかなどと語った。もう完全な老害ですよ、これ。あの、やっぱり、ね、あの、森さんのようなご老人を守るために若者が制限を受けてるわけなんですよ。そういうところが全くわかってないですよね。もうやりたいんだったら本当一人でやってくださいって話ですよ。もうね、金の猛者ですからね、この人もね。えー、っと、ちょっと記事を切り替えて、いろいろと読んでみますけども、東京五輪のボスが、 緊急事態下にある五輪の運営について、運命について、公然ととんじん化の主張をしたと伝えた。あの、田村厚さんっていうね、方がいますけども、あの方も聖火ランナーを断っちゃったですよね。だからね、森さんのせいで聖火ランナー一人がもうやる気を失ったってこと、これは大きいと思いますよ。で、森さんはね、平気の平座でいると思いますけども、この森会長がいなければオリンピックはスムーズに順調に進められたっていうね、そういうこともありますからね。 うん、責任大きいと思いますよ、この森さんは。まあ、だったら誰がやればいいんだってことは思いつかないんですけど、私もね。オリンピックそのものがなくてもいいんじゃないかなと私は思うんですよえ。それこそね、アスリートの方だけで作り上げる大会っていうのになればいいんですけども、関係ない人がこうやって入ってきてね、で、仕切るわけでしょ。でアス、アスリートさんの血と汗と涙を自分の報酬に変えてるわけですから、立が悪いですよね。いや、他にもね、いろいろ記事書いてますけども、 うん、こう日本は2月末まで一般の人々のワクチン接種が開始されないと報じたとうんあのワクチンだってみんながみんなやるとは限らないですよやっぱりええーね、危険を感じる人もいますしねうんあなんかここに田村あさんの記事ありますね田村あさんが言われていたのは田んぼで何とかって言われてましたよねそれはやっぱり農家の人にも本当に失礼だしね森さん森さんね タレントさんにも随分軽い発言するもんだなと思いますよ。うん。有名人は田んぼを走ったらいいじゃないかと発言したことについて、サマラさんはこういう発言を冗談なのか何なのかわからないけど、ポロッとしてしまうところが昔から森さん変わっていないなと思いますし、こういうところが人の気持ちを削ぐ。田んぼをやっている農家の方にも僕は失礼だと思う。本当ですよね。本当だよね。だから老害なんですよ。 本当失礼すぎるし、人の気持ちも考えないし、若者踏み台にしてね、意地汚く生き残ろうとしてるところが本当に気持ちが悪いなと私はね、思いますね。いや、本来こういうね、嫌な言葉って使いたくないんですけども、それ以外の表現の仕様がないんですよ。褒めるところがないのが。 これ森会長じゃないかなと思うんですけどもね。皆さんどういうふうにお感じでしょうか。いや、本日はじゃあ、以上に、ようにしていきましょうか。あまりね、汚い言葉を使うと、そういう人に私もなってしまいそうで怖いんでね。そろそろこういうふうなね、一方的な批判やっかみはやめようかなと思うんですけども。まあでもね、コメントを書いてくださる皆さんのお気持ちもわかります。これからもね、うん、ぜぜひで、いい人はいいと判断させていただきたいかなと思いますよね。はい、じゃあ、すいません。以上です。